アイテム番号 SCP-392JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル現在 SCP-392JP 及びその破片が定着した物体は低強緯度物品保管用のコンテナへと収容されています。SCP-392JP の破片は現在すべて回収が完了しています。当オブジェクトに対しては情報保護レベル 3.12 が適用されています。それに基づき、SCP-392JP の現在の収容地点は担当研究員にのみ開示されます。説明。SCP-392JP は何らかの物体表面に定着した形で存在し得る。光学的原理によらない二次元陰影的存在です。資料により元来は長方形の形状であったと推察されていますが、現在 SCP-392JP は6つの断片へと分断され、それぞれ以下の物品へと定着しています。HB の鉛筆、20×10cm のバオバブの樹皮、道路舗装用のコンクリート、成人男性の腰部周辺皮膚、防腐処理済み、木造建築物の外装建材、缶ビルの皮膚表面、処理済み、以上の物品はそれぞれ回収に成功し、現在も収容が継続されています。SCP-392JP を目視した人間、以下被験者とする、SCP-392JP を何らかの人物または知的生命体の死体であると認識します。その際被験者はかつて SCP-392JP に肯定的であったかのような言動をとり、しばしばその人格の良好さについても言及します。その後被験者は SCP-392JP が死んだという認識の下で精神に相応の変調をきたし、一時的な気分の落ち込みや喪失感、虚無感を覚えます。これらの認識は時間の経過によって変化することなく、多くの被験者は SCP-392JP の死を精神的負荷として抱え込み、うつ症状の発症や精神的重圧の克服等の現象を発生させます。被験者はクラス B 記憶処理を施すことで上記の影響から脱することが可能です。ほい。SCP-392JP はその異常性質の取り扱いやすさからオブジェクトクラス引き下げの議論の対象となりました。結果としてオブジェクトクラス引き下げは、以下の声明によって却下されています。SCP-392JP は確かに非常に取り扱いが容易なオブジェクトの一つであり、ユークリッド分類、ひいてはレベル 3.12 ほどの情報保護が不必要であるとの意見そのものはもっともである。しかし SCP-392JP は過去、我々がその存在を感知する前に GOC に、先を越された、オブジェクトである。現在の SCP-392JP は GOC によって破壊された後のものを収容している。そして SCP-392JP が破壊以前に有していたのは、目視した人間に対して、自身が知的生命体であるかのように錯覚させる、性質、であることが、GOC の資料より判明している。それを破壊しようとした GOC のエージェントはその性質の影響を受け、SCP-392JP を生物として破壊した。そしてその結果として SCP-392JP は生物として死したがために、ミーム的性質をそれにふさわしく変化させた。その上、SCP-392JP の断片は性質を保持したまま瞬時に全世界中へ拡散され、各地で死という概念に付随するミーム効果を撒き散らした。我々はそれを察知し、多大なるコストを支払って回収を実行し、GOC より強引に情報をひねり出させ、研究と収容を実現したのである。しかし連中は諦めてはいない。SCP-392JP を収容してから、私は幾度となく GOC によるオブジェクトの引き渡し要請を叩き潰してきた。連中は雪辱に燃えている。次こそは決して失敗しない。と息巻いている。連中が本当に SCP-392JP を無力化できるのならば、私もそれを考慮し、上層部へその意見を通したかもしれない。だが、次に連中がまた失敗したらどうなる？ある実験によって、
現状の SCP-392-JP がさらに、殺害、された場合どうなるか、有効な仮説が浮上した。SCP-392-JP に対してさらなる破壊が実行された場合、SCP-392-JP は、死に付随するミーム効果、から、死そのものであるミーム効果、へと性質を変化させるだろう、というものだ。SCP-392-JP は生命ではない。故に単純ではない。GOC が SCP-392-JP に一号でも触れれば、SCP-392-JP は親しい友の死を経験させる影から、ミーム的抹殺プログラムそのものである影へと変化を遂げるだろう。さらなる破壊によって全世界へと拡散しながら、そして、GOC はそれを知って諦めるような賢者、あるいは愚者でもないだろう。わかったはずだ。我々は SCP-392-JP から世界を守るのではなく、連中から SCP-392-JP を守らねばならないのだ。SCP-392-JP は生命ではない。そこに何らかの意図は存在しないだろう。だが連中が、そこにそういったものを生み出すのだ。ユークリッドとは SCP-392-JP のことではない。GOC こそがユークリッドなのだ。私の権限の下でいくつかの機密を開示し、そのことを確実にここに申し伝えておく。警戒を絶やすな。世界が滅ぶまで。サイト、81、管理官。閲覧にはセキュリティクリアランス3以上の承認キーが最低5つ必要です。承認。アイテム番号。SCP-392-JP。オブジェクトクラス。ケテル。特別収容プロトコル。SCP-392-JP が確認された地点の周辺15メートルは完全情報封鎖エリアに指定されます。完全情報封鎖エリアは地下も含めた全方位を密封されたコンクリート滝の矢によって覆ってください。完全情報封鎖エリア内への立ち入りは、いかなる例外的な状況であっても禁じられています。SCP-392-JP に暴露した人間は即刻終了処理を施し、遺体を手順 392B1 に基づいて完全情報封鎖エリアへと搬送してください。完全情報封鎖エリアへの搬送には自立機械を用いてください。その際、自立機械の回収は行わないでください。現在、SCP-392-JP 断片の探索と収容が核財団本部支部、核 GOC 本部支部の合同作戦によって継続中です。本合同作戦の完遂は2010年2月17日現在から40年後であると見積もられています。説明。SCP-392-JP は何らかの工学的陰影そのものに定着し得る。工学的原理によらない断片的な二次元陰影的存在です。SCP-392-JP または SCP-392-JP の定着した通常陰影を目視した人間は即座に精神的ショックから絶叫し、ミーム的要因によるものとみられる心臓麻痺、呼吸機能の停止、筋組織の腐敗等によって12秒以内に死亡します。SCP-392-JP は常時通常の陰影に定着していますが、定着先である陰影が消失した場合 6.13 メートル以内にある他の通常陰影へと無作為に移動します。移動先の陰影は必ずしも可視が容易な物体表面に存在する必要はなく、これまで、外科手術中の医師が患者体内の陰影に定着していたオブジェクトに暴露した。一般市民が自宅庭の地中の陰影に定着していたオブジェクトに暴露した。例等が報告されています。SCP-392-JP は過去の事例によって拡散されており、収容した SCP-392-JP の面積が通常陰影との混合によって計測不可能となっている点。SCP-392-JP が地球外の陰影からも発見された点から、SCP-392-JP の拡散範囲を含めた潜在的な収容外での脅威度は不明です。また、SCP-392-JP に暴露した人物は、死亡の直前にゴート語によって構成された以下の文章を発話します。
これはミーム的効果によるものと考えられていますが、文章自体の背景は調査中です。友情は尊いものだね、サム。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。